お。さてはあんた仕返しに来たな。あんたがくれた春、受け取った。頭はやめてくれ。俺がバカになってあんたのことを忘れたら嫌だろ。中に入ったなら仕方ない。取るのは帰ってからでいい。あんたにもついてる。まだついてるか。取ってくれ。取れたか？今度俺も同じことしてあんたの反応を見てやる。よし、ここまでにしよう。それ以上やると仕返しするぞ。春を求めて山を行く。川岸を百歩歩けば光さす。満開の桃、閉じた心を開く春の光は、あなたと出会った時のよう。もう全部暗記してる。小さいが、二人きりのキャンプファイヤーも悪くないだろう。ああ、キャンプファイヤーのために用意した。みんなには披露できないが、あんたが見たから、それでいい。大道芸人になった気分だ。決めてないから貸しにしとく。でも貸しを忘れないようにサインをくれ。あんたが楽しいなら、これでいいか。キャンプファイヤーが始まったのか？さっきのカード、なんで持ってきたんだ？キューピッドに結ばれたプレイヤーは、一人が退場になると、もう一人も退場になる。まさに今の俺たちだな。よし、さっき言ってた報酬、決めた。今度きつくなった時は、俺に言え。俺たちは、こいつに結ばれてるんだから。最後のプレゼントなら、目の前にある。そうだと言ったら、開けて確認するか。
何がしたいんだ。何を言い出すかと思えば、ご主人様、他にご命令は。モフモフしてる耳なら何でも好きなのか。ウサギは耳が敏感らしいぞ。確かにちょっと楽しいな。これが好きなのは分かったが、あいにく耳は二つしかない。後ろの箱が気になるのか？面白いか。いつかあんたにも尻尾が生えたら、俺もいじってやるからな。なんだ。気に入ったのはウサギの耳だけか。じゃあ次は俺の番だな。